次に青山正幸君。青山君。はい、日本維新の会無所属の会、青山正幸でございます。本日も大変貴重な質問の時間、ありがとうございます。早速お尋ねしてまいります。新型コロナ禍でありまして、なるべく、ウェブであるとかですね、そういった合理的なやり方でできるものは合理的に済ませようというような社会の流れになっておりますし、それは新型コロナを抜きにしてもですね、デジタル庁の創設であるとか、社会の全般の流れ、日本の目指していく方向性の一つだと思います。で、一方で行政手続きに関してはですね、まだまだアナログな部分が非常に残っていると。そしてまたいろんなことがですね、まだまだ立ち遅れていると。先日もですね、痛感したのはですね、私どもレクを受ける際にですね、各省庁から、ウェブを使ってですね、ウェブの会議のシステムでやってるんですけれども、たびたび某省庁の、接続が落ちると、特定の官庁でいつも落ちてしまうというようなことがございまして、もう少しやはりきちんとした取り組み、あるいはそういった精神といいますか、気持ちですね、やっぱり私、いつも言うんですけれども、いろんなことで気持ちを込めていかないとなかなか世の中というのは前に進まない部分があると、気持ちを込めた上でいろいろな具体的な方策を練っていくことが必要なのかなと思っております。で、そういう観点から一つまずお伺いしたいんですけれども、昨年に引き続きまして確定申告の期限がコロナということで1ヶ月延長されておると。で、そういった中でですね、確定申告においてはですね、私なんかもよくやるわけですけれども、税務署に行ってですね、もうできている書類にハンコだけ押してもらって帰ってくると、なんとなくすごくありがたいし、安心感もあるわけですけれども、そういう形でですね、受領印をもらうことについてどのような意義があるのか、まずその点について、国税庁の方に確認をさせていただきたいと思います。国税庁、やりみず次長。お答えいたします。委員ご指摘の収受日付印、これを印につきましては収受の事実を確認するものでございまして、例えばご自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。で、従いまして、この収受日付印の有無によって取り扱いが変わるということではございません。青山君。はい、今お答えになったとおりでですね、別に作ってわざわざ持参してハンコを打ったとしても、間違いなく取ってもらいましたよという証明に過ぎないわけですね。で、一方でですね、そういうことをしないで済む、もっと簡便に済むやり方というのがいくつかもうすでに用意されておりまして、で、若干今の話とはそれますけれども、還付申告、今年は還付になりますよというものであるならば、通年、別に定められた期間でなくてもですね、2月の中旬から普段でしたら3月の中旬ですか、そのくらいの定められた期間でなくてもいつでもできます。から、そもそも確定申告であっても e-tax であるならば、新年の最初の、これ税務署の営業日と申しますか、業務開始日から申告ができると。で、また申告書類をですね、ウェブ上で作成して郵送するという手段もございます。こういったいろんな手段があるんですけれども、これは意外と知られていないと。多分、私ども昔は実は県庁で法人事業税などやってて、その期間にはですね、税務署のお手伝いに行ったりしたもんですから、よくわかるんですけれども、やっぱり一般の方はなかなかそういう細かい実務についてご存じないと。で、これ一つの国民全体にとっての合理化という観点からですね、よく確定申告の期間になると、本当に一斉に報道がなされて皆さんそういう気持ちになるわけですけれども、今言ったような合理的なやり方があるということについてですね、十分に周知されるように
したらいかがかなと思うんですけれども、その点の候補についてお伺いしたいと思います。国税庁、やりみつ庁。お答えいたします。確定申告期間が始まる2月16日よりも前から還付申告書が提出できる、このことにつきましては、確定申告の手引きや国税庁ホームページの確定申告 特集ページにおいて示しているほか、国税庁ホームページ内におけます確定申告書等作成コーナーにおいても、翌年の最初の営業日から申告書を作成できるようにするとともに、当サイト内におけるよくある質問への回答として、還付申告書は2月16日よりも前に提出できること、これをご案内しているところでございます。また、申告書を郵送により提出できることにつきましては、同様に確定申告の手引きや国税庁ホームページの確定申告特集ページでお示ししているほか、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおきまして、作成した申告書を e-tax で提出するか、郵送して、印刷して郵送等により提出するか、いずれかを選択いただく仕組みとすることなどで周知しているところでございます。いずれにいたしましても、確定申告の候補につきましては、引き続き納税者の方にとって分かりやすいものになるよう努めてまいりたいと思います。青山君。はい。まあ、今言ったような広報ですとね、わざわざ税務署のウェブまで行かないと見れないということですので、まあ、それにとどまらず、まあ、たまにはですね、大々的にコマーシャルでも打つとかですね、もうちょっと一般的にほっといても知るような形での受動的でも知られるような形での広報が必要かなと思いますので、まあ、また検討してみてください。だからもう一点ですね、まあ、本当に細かい点で恐縮ですけれども、まあ、先ほど言ったように私の経験から言ってもですね、税務署でですね、例えば還付申告とかですね、その手のやつをやるとですね、膝詰め談判でこう向き合ってですね、聞きながら書類受け渡しながらやるわけですね。で、まあ、今コロナの感染でですね、一番やっぱり心配されているのが、まあ、ランセットの論文なんかでも実はあるんですけども、ミスト、マスクのこういった隙間から出てですね、長時間接しているとやっぱり感染するんじゃないかと。で、まあ、こういうふうに天井の高い部屋ならいいんですけども、換気が悪くて天井が低いようなところだと危ないんじゃないかということが言われているわけですね。まあ、単に黙って座っている分には全然いいんですけども、換気が悪くて、要は空気の体積が低いところは危険だと。で、そこで思うわけですけども、今言ったように税務会場というのは一つのですね、まあ、場合によりますけども、税務署の中でやる場合には少なくとも非常に狭くなりますし、で、まあ、一般的に確定申告の時期っていうのはどっかの体育館みたいなところを借りたりとか、まあ、商業施設、大きな会場でやる場合が多いわけですけれども、今言ったようなものもあるものですから、もう今からですね、やはり来年もまだおそらくそう簡単には収束してないと思いますので、天井が高かったり開放的で換気のしやすいような、そういった施設でもってやるという方向性をきちんと計画しておくことが必要だと思うんですけども、その点についてお考えをお聞かせください。大臣にお伺いしたいと思います。誰が答弁しますか。国税庁、やりみつ庁。お答えいたします。令和2年分の確定申告では例年よりも2週間程度前倒しして2月1日から開設するとともに、申告会場でもあらかじめさまざまな3密回避策を講じて申告相談に対応してきたところでございます。感染症対策は引き続き大事な話だと思いますので、今年の反省を踏まえまして、さらにより良きものになるように引き続き検討してまいりたいと思います。歩夢君。はい。ぜひよろしくお願いします。続きましてですね、政府保有株式の配当金収入の使途についてお伺いします。時間がないのでちょっと、手短にお答えいただきたいんですけども、令和元年度現在で制限罪で
政府保有株式の総額は 22.6 兆円ということになっております。で、政府への配当額が平成31年3月決算で見ると4460億円程度であります。で、財政投資計画でこれらを産業投資として財投機関に投資しておりますけれども、そのリターンはどのくらいになっているんでしょうか。財務省、大鹿理財局長。お答えいたします。今委員がおっしゃられました政府保有株式の総額22兆6799億円は、これは一般会計等も含めて政府全体として保有している株式の金額でございますが、このうち産業投資を経理しております財政投資特別会計投資勘定が保有する株式の総額は令和元年度末時点で13兆5770億円でございます。で、この投資勘定が保有する株式の配当金でありますけれども、令和元年度は3039億円、それから制度が発足した昭和28年度から令和元年度までの累計額で3兆257億円となっております。なお株式配当金のほか、国庫納付金という制度もございまして、これらや帰属している株式の処分益を含めた収益全体で申し上げますと、令和元年度は5699億円。累計額で6兆7198億円となっているところでございます。青山君。はい、そうしますと、結構な額がですね、やはりリターンとして入ってきております。でですね、時間がないもんですから、大臣にぜひお聞きしたいんですけども、いろんなところにですね、リスクマネーとしてですね、と言える産業投資でですね、こういったお金を使っているわけですけれども、民間が参入しないような部分っていうのは、やっぱりなかなかリターンが望めないような部分かなと。で、逆に民間が参入してくるようなところであるならば、別にそこは民間に任せればいいと。で、政府保有株式のですね、こういう結構な額に上るですね、リターンはですね、この財政状況から考えると、政府自らがリスクを取って、そういった産業投資に回すよりもですね、公債の償還に充てるというような姿勢があっていいと思うんですけれども、この点に関する大臣のご見解をお伺いしたいと思います。麻生大臣。これは今後の民間の経済成長というものを促していくためには、なかなかリスクテイクを今の民間の金庫はされませんから、ファンドを含めまして、そういった意味では今後バイオとかよく出ますし、デジタルとかいろいろなもののイノベーションの投資とか、新興国を含めました海外へのいわゆるビジネスの展開等々重要なんですから、これらの投資に関しましてはいわゆる民間の企業では追い切れません、とても耐えられない、リスクがでかい等々で、研究開発のリスク等々、海外リスク等々、これ政治リスクが問題となってきますので、そういったところでは日本では今後ベンチャー企業等々が大きく成長する際に必要とされる大規模かつ長期のリスクマネーの供給というのは極めて不十分だと、それが今の現状だと思っております。したがってこうした民間が直面する課題を考えますと、いわゆる政府保有の株式の配当金収入等々を資本性資金である産業投資として活用するということで、リスクが高く民間だけではとても背負いきれないというような資金等々にリスクマネーを供給して、民間資金を政府が行くならということで民間資金を呼び込んでいくということで、これは日本経済の発展に重要なあれだと思って施策になると思っております。今また債務の償還にもという話が出ましたけれども、これは当分考えないかんところで、私どもとしては最近では政府の株式保有というものを売却したときの利益と等々の場合については債務の償還に当たらせていただいているというのが現状であります。青山君。はい、数字でもう一つお聞きしたいことがあったんですけど、時間となりましたので本日はこれで終わりにさせていただきます。また今の議論引き続きさせていただきたいと思います。どうも本日はありがとうございました。次に品武史君。